どうもドズルです。はい、ということで今日もクラッシュライアルをお送りしていきたいと思います。今日はねついにこのデッキを皆さんに紹介する時がやってまいりました。ドンゴレペッカをね、今日は使っていきたいと思います。ゴレペッカに関しては生放送でちょくちょく使ってて、まあ、グラチャラもね、10勝以上ちょこちょこやれているので、まあ、ネタデッキっていうよりは本当に今の環境だったら全然勝てる、デッキとなっているんですが、やっぱりね特に私の場合ロケットを使っているので8コスト7コスト6コストこれがもう同じデッキにいるだけでねかなりやっぱこうマニア向けっていうのが正解なのかな。すごい超重量級が好きな人じゃないと使いこなせないデッキかなとは思うんですけれども、まあ、ペッカはいつも言ってるようにね私は防衛施設だと思っているので、まあ、しっかりゴーレムでこう盾役を作って、まあ、ペッカで攻めていくデッキということでね、今日はこちらのデッキを使ってグラチャレ回していきたいと思います。まあ、最近のグラチャレだったら30Cコジョババとかね、まあ、そういったこうペッカが防衛としてすごい輝く場面っていうのがたくさん出てきているので、まあ、そういったところでねちょっとこいつのこのデッキゴレペッカのね強さっていうのを紹介していきたいと思います。さあということで落ち着いていきましょう。おーいきなりこれちょっとごめんなさい、速ロケットで1コスト損しちゃうんですけれども、まあ、ノーダメで処理できるというところでねちょっと速ロケしてみました。まあ、バルーンと、おーっと、かなりこれはぜ、これちょっと待って、動画にするのをちょっとためらうレベルでね、前衛的なのでサクッとやっつけちゃいます。これはちょっと前衛的すぎますね。はい。まあ、こういうね、ニュータイプの方もやっぱいらっしゃるので、さあサクッとやっつけちゃいましょう。これはすご、初めて見ましたね、この前衛的な墓石の位置。まあ、今、ゴーレムの戦い方の基本をおさらいしとくと、この間にね、ゴーレムは序盤でやっぱり序盤の2分間でいかにこうおーっとこれはやばいかもよ、負けるよこれやばい、油断しすぎた大丈夫、ちょっと一回タワー落とされてから考えよう、一回タワー落とされてから次につなげます。ゴーレムの戦い方をね、おさらいしとくと序盤の2分間はやっぱり耐える時ですね。序盤の2分間一生懸命耐えてで最後の1分間で一気にこう攻撃を仕掛けていくというか、まあ、特にこのペッカデッキが入ってるねこのペッカゴーレムに関してはやっぱり一周回るのがすごい重いんでね、まあ、その分こう相手のユニットとかの受け方を考えながら攻めていかないと、まあ、さっきみたいに事故がね、起きちゃうっていうところになってきます。ただしこのゴレペッカの形ができると相手も止めることができないですし、まあ、ペッカのこう最大のライバルである、あごめんなさい、ゴーレムか、ゴーレムの最大のライバルであるペッカに対してもちゃんとペッカを当てることができるんで普通に戦えていけるっていうところでこのデッキちょっと私重宝しております。さあということでいきましょう、こっからが本番、今までオープニングです。さあよろしくギギさん。まずエリポンが初手にあるので、初手にはエリポンを置いていきましょう。最近ねこのキングタワーの前に置くのがロケットを警戒したらここに置くとねロケット撃たれた時に痛いんですけど、最近どうなんだろうな、結構ね個人的には迷ってます。ポイズンでアリーナタワーとその前のユニットたちを巻き込んでね処理されてしまうことが多いので、まあ、そういったことを考えて結構私は後ろに置くのがいいんじゃないかなと思ってます。工場バーバリアンプラスダークネクロプラスねポイズンで一気にこうなんて言うんだろう、エリポンも巻き込まれたこっちの防衛ユニットも巻き込まれた攻めっていうのが多いんでね。さあここはちょっと普通だったら受けてもいい3コストなんですけれども、ここはゴーレムで受け止めてから作っていきましょう。ちょっと左のタワーにダメージ、おおスパーキー、なんかテンプレートと当たらないですね今日は。スパーキーに対してはロケット持ってるんで、まあ、正直ちょっとこれの相手が何を重ねてくるかによって変えていきたいと思います。まあ、一旦ちょっと様子見ですね。なるほど、これはちょっとスパーキーの前に多分ジャイアント重ねてくることを意識してのロケット、何も重ねてこない、なるほど。さあ今のところ不利でございますが、まあ、残り1分まではね黙って見届けましょう。はい、エリポン立てて次は相手はまたジャイネクロできますかね。まあ、ジャイに対してはペッカというねすごい相性のいいカードを持っているので、まあ、次のジャイに対しては最速でペッカ、そしてネクロマンサーに対してまあベビドラを展開していけば、まあ、普通に処理できるかなといった感じですね。ペッカベビドラの形を作りましょう。あ、これは美味しいですね。相手のネクロも処理しつつこの吹き矢ゴブリも3コストで、処理できそうです。これもうそのままシカトでいいでしょう。吹き矢ゴブリンがやっぱ、ね、なんだかんだ優秀なので、
基本ね、無視はしない方がいいですね。タワーに結構なダメージ入れてきますよね。さあ、ここで残り1分。これはなんとか、ジャイを防ぎつつ、ゴーレムを前に出していきたいですね。ゴブリンいらなかったかな。ちょっとダークネクロとゴブリンが優秀すぎて、先に行っちゃったので、これちょっとあんまり参考にならないですね。もう一戦行きましょう。もう一戦行きましょう。さすがにこれは勝たないとね、ちょっとこう呪文の使い方とかが甘い部分があったので、ここはロケット打って、さあ左を落としますと。左落とされないように、吹き矢ゴブリンとかがね、やっぱり怖いんで、まあダークネクロ展開して、相手がジャイとかで攻めてきた場合は、普通にもうペッカでね、展開で勝てると思うので、まあ、ここは難なく勝利という感じですね。グラチャレでやるとどうしてもね、こう、なんて言うんだろう、グラチャレのいいところはテンプレートが多いんですよね。テンプレート攻めが多いんで、こう今流行ってる編成とかに対して、こう攻めていけるよっていうのは紹介できるんですけど、まあ今回ちょっとこう、どちらもね、すごい独特なオリジナルデッキだったので、さあ次。次でラストにしましょう。まあ、次、工場バーバリアン三重士とかね、ダクネ三重士の、こう、なんていうんだろう、高回転バージョンとか、今流行ってるデッキと当たればいいですけどね。あと、ゴーレムが止めれないっていう人も結構いるんですけど、このデッキの場合は、こう、ゴーレムとペッカ、どっちを主軸として使っていけるかっていうのを選べるので、まあ、そういったところでも、こう、なんていうんだろう、相手のゴーレムに対してペッカ当てていけるっていうのは、強みではありますよね。やっぱ最大のデメリットは、スケラとかに対して、こう、うまく回していけないですね。特に高回転スケラで、相手のスケラに対して、こう、なんて言うんだろう。こう、高回転で回していけないので、スケラの対策ユニットであるベビドラとか、こう、ゴブリンがついていかないですね。さあ、ここで1コストリード。1コストリードの時はゴーレム展開するのまだ早いので、逆にね、やられちゃったりするので、ここはゴブリンで1回回します。で次、ここで相手がユニット出してくると思うんで、ここのユニット出しで、こっちも重ねていくと。今、相手がコストリードしてるんで、次はまた相手から仕掛けてくると。さあ、ここでちょっと困りましたですね。ここはダークネクロがそのまま当たっちゃうと、おーっと、またペッカのレベルが。あ、てか今回プレイヤーレベル低いな。ちょっとごめんなさい。あんまりなんか、今日珍しく、グラチャル結構ね、3戦連続、こう、なんて言うんだろう。初心者の方と当たるのは珍しい話ではあるんですけど、今回ちょっと3戦連続、あれかもな。まあ、動画撮り直せよって話なんですけどね。まあ、ちょっとこのゴレペッカーっていうデッキがね、すごく面白いよっていう紹介で、少し、この後ね、実は生放送がありまして、あ、生放送の告知しとこう。この後、みかん坊やさんとか、ケンツメスさんも出るね、最強メディア決定戦っていう生放送に、私、ドドルもね、出演させていただいて、夜8時から、生放送が開始されます。ファミ通のチャンネルであるんでね、もしチャンネル登録してない方はそちらチェックしていただきたいんですが、そちらにね、今から出かけないといけないという、ごめんなさい、すごい個人的な事情によって、この動画はちょっとこれで完成品とさせてください。普段だったらね、結構撮り直したりもするんですが、あー、これダクネが前行っちゃったな。さあ、ペッカを、ゴレの後ろにこう、ペッカを重ねれるというね、一つのこう、なんて言うんだろう、いつも相手が対峙することない組み合わせを作ることができるので、結構相手も処理ユニットに困ったりしますね。例えば今出したスケルトン部隊なんですけど、スケルトン部隊をゴーレムに当ててくれて、でペッカを展開した時にはね、こうスケルトン部隊がもうなくなってる状態を作ったりできるので、まあ、そういったところでかなり面白いデッキですよね。普通のペッカデッキよりもペッカが通る確率が非常に高いですし、相手がこう止めれない環境を作りやすいんで、ここはペッカに対してペッカ当てていくのがベストだったかな。お、ここは引き寄せてくれて、さあ、ここでペッカにペッカ。両サイドでペッカとゴーレムの形を作りました。いいかな。ここは中心部でターゲット取って、ちゃんとウィザードのターゲット取ったのを確認してゴブリンで処理と。はい。ごめんなさい。ゴレペッカのね、紹介をしたかったんですけれども、まあ、一応デッキの紹介ということでね、またちょっと後日リベンジさせてください。はい。
ゴレペッカ、あのね本当に強いところとしては三重子コジョババですね。コジョババ三重子とかに対して結構このロケットとペッカっていうのが刺さっていって、まあ、防衛としてねやっぱりペッカが役に立つっていう、この前紹介したペッカスケラもそうなんですけれども、まあ、スケルトンラッシュは攻めで使ってペッカは守りで使うっていうのと一緒で、ペッカを守りで使いつつ、アドバンテージを取って最終的に残り1分でゴーレムで押し切るっていったね、戦い方が得意なカードなので、まあ、もしこう普通のねデッキじゃ刺激が足りないとか、もっともっとこうみんなが使ってないようなデッキを使いたいっていう人はこのゴレペッカデッキ試してみてはいかがでしょうか。結構ねいろんな人におすすめしたところを思ったより強いっていうところでね、その私は普通に強いと思ってるんですけれども、結構いろんな人からもねいい評価をいただいているので、ぜひこういつものデッキにマンネリ化したあなたは、使ってみてはいかがでしょうか。ということで、今日の動画はじゃあこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。この後の生放送もぜひチェックよろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。